今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。昨日第2次岸田再改造内閣発足、11人が初入閣、女性大臣5人ですね、刷新感を打ち出す構えというふうに、いろいろなこの、マスコミではですね報じておりますけれども、一方で根幹となる要職の多くが留任となっていまして、一部ですけれども自民党のベテラン議員からは内向き人事ではないかと、こんな声も上がっていると言われております。さて、そんな中ですね、昨日自民党総裁の岸田総理は、総理官邸で官房副長官として重用してきました木原誠二衆議院議員に党の幹事長代理と政務調査会長代理、こちらを兼務させる方向で調整に入りました。官房副長官というこの席は外れることにはなったんですけれども、一方では自民党の中に入ってですね、幹事長代理と政務調査会長代理、これを木原誠二氏にこの兼務させる方向で調整に入ったというニュースが入ってきています。この両方のポストの兼任というのは異例でして、総理が最側近、これを通じてですね、党運営と党による政策立案の双方を直接この掌握するという、こういう狙いも透けて見える、こんな指摘もあります。で、木原氏は2021年10月の政権発足と同時に副長官、官房副長官に就任、岸田派所属で総理の知恵袋、ブレーンと称され、新しい資本主義、異次元の少子化対策など政権の看板政策のこの絵をですね描いてきたと言われています。で、今回の人事でも、総理は続投を求めたというんですが、私生活、あと家族の問題が毎週のように週刊文春で報じられ、木原氏は退任を選択したと。ただ木原氏の能力を買う岸田総理は引き続き自らの近くに置きたいと考えて、政府の公務である副長官よりも比較的負担の軽い党務のポストへの就任を求めた、こういうふうに報じているところもありますが、これは藤井さんはどう受け止めていらっしゃいますか。木原氏の問題はですね、第一に、奥さんの、疑惑、事件の疑惑があって、殺人事件で事情聴取された疑惑があって、それをもみ消すために、自らの政治権力を使った疑惑があるわけですよね。だから私利私欲のために公的な権力を使って、司法を動かすと、これはとてつもない巨大な腐敗であって、政治をする信頼性のある人物ではない、ということが疑われているのと同時にですね、違法な風俗の利用があって、それはもう普通に違法ですから、犯罪を犯した人間が政治に関わるということについての疑いがあると、でこの2つについて彼は全く説明してないんですよね。で、説明しろと言われてもそれは思うつぼだと、文春の思うつぼだと言って、これは先週もお話しましたけども、悪いことしている人間が言う言葉ではないわけですよね。で、悪いことしていると思われて疑われている人間が言う言葉ではないわけですよね。したがってそういう人物が政治に関わるということに重大な疑義があって、本来は選挙があって、落とすか落とされるかとかっていうことの審判に関わることが必要な人物だと思われてて、多くの国民はとてつもなく不信の目をこの木原誠二という人物に対して持ってるんですよね。だって政治に関わるか関わらないか以前に犯罪してんのかと、でかつその政治においても自分の犯罪をもみ消す、近親者の犯罪をもみ消すためにその権力を使うとんのかと、そんな人間政治に関わらせられんやろと多くの国民は思ってるんです、でその疑いを一切晴らすための努力をしていない。で、その人物を要職として木原岸田、文雄は使いたいと言ってるわけですよね、これは支持率を支持できないという人増えるでしょうね。しかも、幹事長代理、政務調査会代理っていうのはこれナンバー2ですよね、そうですね、副代理、副幹事長とかよりも上なんですよね、代理っていうのは。
相当上なんですよ、これ、それは兼務ですから、とてつもなく重用しているわけですから、岸田内閣という内閣は全くこんなもの、支持できない、はい、という人が増えるでしょうね。はい、まあ、ですから一部の話ですけれども、木原氏を表舞台の官邸から目立ちにくい党内へと避難させただけの温情だという指摘もありますからね。でも、ものすごく大きな役職ですからね、はい、岸田内閣っていうと岸田内閣で政府だけですけど、あと岸田政権で、ところが内閣って言ったら政府だけですけど、岸田政権っていうとですね、はい、それは普通ですね、官邸と政府とそれから与党を含むんですよ。党も入るんですね。党入るんです。政権っていうと、政権ということ、はい、だからね、政権の要職に入ってるので、これはもう非難させたか何か知りませんけども、岸田文雄は何考えとるんだと、呼びつけろと、はい、国民はもう何千万人といると思いますね、はい、何やこの岸田文雄は、呼びつけろと、はい、説明させろと思ってる人はいるんじゃないですか、はい、まあ、ですから今回おそらくこの改造内閣は当然ですけれども、政権浮揚を狙って、まあ、やってるわけですけども、そういくのかってところですよ ね、それでも野党がボンクラ野党ばっかりだと思ってる国民は大多数ですから、はい、それでもせいぜい選挙に行かないぐらいで、でそしたら組織票で自民党が勝って、はい、みそぎが済みました、はい、言い寄るんでしょうな、まあ、勝てばみそぎが済んだって判断しますものね、うん、だからね、国民はね、ちょっともう野党が僕らかどうかとしようって、今の政権がダメだったら、はい、意図的に野党に入れないとダメです、はあはあ、ダメだと思うんだったら行くのをやめるだけじゃなくて、いやそれはもう選挙については皆さんにしっかりいろいろと考えたらいいかもしれませんけど、いやいいとは思いますけども、いやあまりにもこれがひどいと思う人がいるんだったら、それに対してはしっかりと、ね、国民は鉄槌を下すべきだと僕は思いますね、はい、時刻6時13分です。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞、総理賃上げの流れ継続、第2次岸田再改造内閣が昨日発足しました。岸田総理は皇居で認証式を済ませた後に総理官邸で記者会見し、10月をめどに経済対策を取りまとめると表明、物価高に負けない構造的な賃上げと投資拡大の流れを強化すると述べました。2023年度補正予算案を編成し、秋の臨時国会に提出する方針です。今回の内閣改造、閣僚19人のうち初入閣11人、総理は新たな布陣を変化を力にする内閣と語っていますが、藤井さんご覧になって、まあ、この顔ぶれというのはどういう感想でしょう。特になんか期待できるというふうには僕には思えなかったですね、はい、それよりもなんかご自身の私利私欲というか、ご自身の政治的な、ね、思惑、はい、で、好きな人をなんとか使って、だってあのドリル何でしたっけ、有効さんですか、有効さんですね、はい、小渕さん、はい、なんとか使いたいと、はい、それから木原誠二をなんとか使いたいと、その一方で総理候補であるところの、まあ、人物はみんな一応内閣に留めておいて、はい、動きを封じると、考えることがちっちゃいですな、ちっちゃいなと思いましたね僕は。いや国民の方本当に向いてるのかっていう感じがしますもんね。全く向いてる気しないですよね、はい、で、まあ、新体制の下でまず取り組むのが経済対策だと、まあ、今月対策の柱立て、これを閣僚に指示します、でインフレ下での持続的な賃上げ、投資の拡大を図るために中小企業に適用する賃上げ促進税制の期限の延長などを盛り込むとみられます、まあ、物価高を踏まえた国民の生活支援策も柱となって、まあ、政府はすでにガソリン、電気、都市ガス価格抑制策について今月末のこの期限延長を決めていますけれど、この、まあ、この対策の柱立てですね、経済対策、これはいかがですかね、うん、まずね、はい、物価高に負けない構造的な賃上げと投資拡大の流れを強化するのはもう素晴らしい話です、はい、でもね、強化するって言ってるだけで強化しないです、この人たち。なんでかっていうと、財政規律を解除するとは言ってないので、賃上げと投資拡大をするためにはね、財政規律を一旦ね解除しないと、
ダメなんですよ、はい、そんな手枷足枷がある中でですね、どれだけ頑張ったところでどうにもならんですよ、だから言ってるだけでしょうね。あ、そうですね、うん、だからちゃんとやるとは思えないですね、はい、やっても中途半端です。だから本当に良くなるまでのお金を使えないってことですよね。使わないってことですから、だからもう無理なんですよ、まあ、そういう状況だということですね、だから何にも期待できないですね、いやだから財政規律を凍結するとかってね言ってくれたら、はい、素晴らしいなって、さすが岸田さん大好きだ、俺はお前愛してるぞ、愛してるぞぐらい言ったっていいんですけど、絶対愛せないですよねこれね。そうですね、まあでもこの改造内閣の前にはね、いや経済頑張りますからっていうような発言はされてたんですけども、でこれ財政規律解除しないままに仮に頑張っちゃったとしたらその分増税されますから、はい、だからもう頑張らんといてお前と、お前頑張ったって大したことできへんねんからやめてくれと、何もすんなお前っていうぐらいですよね、財政規律を解除しなければ、ね、まずは財政規律の解除だけが大事なのでポイントそこですね、はい、続いてはこちら、日経新聞、企業の人手不足感最高、内閣府と財務省が発表した7月から9月期の法人企業景気予測調査によると、従業員の過不足感を示すこの指数が大企業全産業で過去最高となりました。新型コロナウイルス化からの経済活動の正常化で宿泊飲食といった非製造業で人手不足感が強まっています。内訳を見ると非製造業がプラス 27.7 で過去最高、旅行などの生活関連サービス業が 60.0、 遊園地や映画館といった娯楽施設が 51.1、 宿泊業飲食サービス業が 47.3 など、外出に絡んだ業種で人手不足感が目立ちます。企業の人手不足感ですけれども、藤井さんこれはどうお感じですか。これはまあ賃金をね、しっかり上げればですね、あらゆるところで、でそうするとそこに人はまあまあ集まってくるわけですから、まあ、賃上げができていないことのまあ一つの帰結ですよね、でしかも今その正規雇用で働いてなくて非正規で働いてる人もたくさんいるわけでね、それはまあ賃金が高くないから、まあ別にアルバイトでもいいやと、アルバイトやってても別に正規で働いても一緒だろうという人が多いので、人手不足が起こっているというのが一つですよね、でそれと、まあ、構造的にはですね、まあ、働き方改革とかつって働かささないようにしてるわけですよ、そりゃ人いるようになりますよ、だから2024年問題なんですってね、来年の来年トラックだとか建設だとか、年間の労働時間とかね、だから何をやっとるんでしょうね政府はね、はい、だから人手不足を意図的に作ってるわけじゃないですか、これもさっきの財政規律と一緒で、働き方改革とかつって手稼ぎ足稼ぎをつけて、で人手不足になるのは当然なところ、それを困った困ったなって言ってるだけですから、アホなんかお前と、ほんまにアホなんでしょうね、はあ、まあ、言葉を踊ってるんですけどもね、実際が伴っていないという感じですね、そうですね、はい、時刻6時20分です。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。全国におよそ1380あります健康保険組合、この4割で2022年度の収支が赤字となったことが分かりました。医療費の増加が想定を上回り、厳しい財政状況が続いています。2022年度の全体の決算は1400億円弱の黒字となった模様です。赤字が続くとですね、保険料率の引き上げにまあつながるようですが、この状況です、これは藤井さんどうご覧になりますか。そうなるでしょうね、保険料率の引き上げは本来そうせざるを得なくなってきてしまいますよね、はい、そうなるとこれは、まあ、消費税増税が我々の経済をダメにしているという話がいつも言ってますけれども、保険料率の引き上げというのも消費増税とほぼ同じ効果を持つんですよね、ですからこれは大変厳しいですよね、まあ、使えるお金が減るわけですもんね、我々の、はい、でこの、まあ、医療費をどういうふうに考えていくかっていうのは、これ
国家100年の体系からしてね、から考えないといけないし、でかつ人間の命というものを我々どう捉えるのかというふうに考える非常に大きな問題なんですよ。一応口先ではですね、一人一人の命は地球より重いなんていうことを言いますけど、まあ、そんなことを言い出すと一人のために100兆円使ったっていいわけで、100兆円かける1億人のお金使ったっていいわけでね、はい、地球より重いんだったら、でもそうしますかっていうとしないわけですよね。じゃあ全然お金ゼロですかっていうとそれはダメだろうっていうことですから、ゼロと100兆円の間にどっかポイントがあるはずなんですよ。そこを探る議論を真正面におじいちゃんとかおばあちゃんとか病人とか病院行ってる人とかそういう人たちの命を真正面に見据えながら、で実際にはお金使えるのかっていうことも考えながら議論する必要があって、それはね逃げちゃダメなんですよ。でね、日本人逃げてるんですよ。だからね、だら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 と保険料率と消費税率が、ちなみに消費税が引き上げた分も社会保障に使ってますから、はい、まあ、いわば医療に使ってるようなもんですよね。まあ、社会保障、医療、介護とかに使ってるってことですけども、今僕が言った議論を逃げてるからだらだら上がってるんですよ。日本人はもう一度ね、奈良山武士校をしっかり見て、経済と医療というものとのバランスを考えるべきだ。はい、どこにするのかってことですね。そうです、奈良山武士校というのはおばせ山の話ですよね。はい、坂本澄子さんがね、はい、演じましたけれども、はいはい、あの当時はそれを考える胆力がまだ日本人にはあったんですよね。こんな悲しいことはしたらいかん、だから成長しなければいけないんだっていう話でしたけど、はい、そうだ、成長ですね。あの時はそういうのが、まあ、ポイントになってたわけですけど、今衰退している状況においても、斜め節をしっかり、ね、見る必要がある。はい、でこの全国の健保組合が加盟する健康保険組合連合会、今年度は3600億の赤字になると推計しています。まあ、人口が多い団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となって医療費が増えること、まあ、これが主な要因と言われています。まあ、高齢者医療への拠出金毎年増加して、まあ、さらなる財政悪化が見込まれる。まあ、そこで、先ほどあの藤井さんご指摘のようにですね、じゃあどこで落ち着かせるのか、っていうこと、これはだから、我々も一人ずつが自覚して、そうなんですよ、みんなは無理だと、ね、その全部のお金を使うのは一人100兆円使えないで、じゃあどこで、あたりでラインを引くのか引くのかっていうことですね。でここでね、重要なのは MMT のね、はい、人たちはね、軽薄な MMT 論者たち、あの MMT 論者の中の軽薄な人たちって意味ですよ、はですね、いやそれはもう MMT でお金は国家が作ってるんだからどんどんやればいいんだって言うんですけど、じゃあデフレの時はやるかもしれないけど、インフレだったら急にやめるんかと、はい、そしたら命の価値をインフレとデフレで変えるんかっていうことですよ。無理でしょそんなこと。はい、また後ほどお話伺います。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。今朝もですね、いろいろニュースが入ってきています。その中から産経新聞です。ロシアのプーチン大統領と北朝鮮金正恩朝鮮労働党総書記、昨日ロシア極東アムール州の宇宙基地で会談を始めました。会談には両国代表団が参加、ロシア側によりますと両首脳による一対一の会談も行われたといいます。で両首脳の会談は2019年4月のウラジオストクでの初会談以来およそ4年半ぶり、ロシア北朝鮮の間の経済協力などに加えて北朝鮮からロシアへの武器供与なども議題になる、まあ、こういう観測が強くありました。公開された部分で両首脳は武器供与には言及はしませんでした。金正恩総書記は会談後、両国が戦略的協力を強化することで一致したと述べています。一方、韓国軍は昨日、北朝鮮が昨日午前、首都平壌郊外のスナン付近から日本海に向け短距離弾道ミサイル2発をですね、発射したと発表しました。ミサイルは日本の排他的経済水域の外に落下しましたが、ロシアと北朝鮮の首脳会談に臨む直前の発射で、軍の幹部がこの不在でも機動的に対応できる攻撃能力を誇示したと見られています。藤井さん、この動きなんですが、これはどうご覧になりますか。これも必然的な流れですよね。はい、
ロシアに対する制裁、北朝鮮に対する制裁が強くなっていると、はい、ロ朝が融和していきますよね。でこれに中国も関係してきて、中ロ朝のブロックが形成されることになるでしょうね。でこの中ロ朝のブロックが形成されてくるとですね、日米欧のブロックとの、はい、対立構造が激化していくことになるでしょうね。でその結果、その対立の最前線は極東になるわけですから、日本は大変厳しい状況になるでしょうね。ですから外交問題だけでも大変なんですから、本来は経済問題なんていうのはとっとと終わらしといて、経済はいい調子にしといて、でこういった外交問題に先進できるような状況にしておかないと、日本というのは非常に危ない状況なんですけども、まあ、残念ながら日本はその平和な時代に経済を立て直すことに失敗をしてしまっているので、日本国家は大変厳しい状況に置かれることになりましたね。まあ、これは以前からおっしゃってますけれども、藤井さんが、まあ、全ての源はね、もう源は経済成長だと、まあ、こういうところですよね。そうです、まあ、これ肝をその第二次岸田再改造内閣が発足したんで、本来だったらもうとにかく経済に力を入れる。そうです、これはもうですから、まあ、もちろん発言はあるんですけれども、しっかりとこの、ね、腰を据えてやっていただきたいところではあります。財政再建と経済成長、はい、二兎を追うんだって言ってるんですけど、二兎を追っちゃダメなんです、相反する理念なんですから、経済成長だけをやるべきなんですよ、はい、さあそれではここからは藤井さんにこのテーマで話を聞きます。第二次岸田再改造内閣が発足、政権浮揚となるのか。岸田総理は昨日、お内閣改造と自民党の役員人事を行って、第二次岸田再改造内閣が発足しました。松野官房長官、鈴木財務大臣ら主要閣僚を留任させ、政権の安定を図ると。一方、11人を初入閣させて、女性を積極的に起用することで刷新感を打ち出し、政権浮揚につなげたい考えです。まあ、今回の内閣改造では、東京電力福島第一原発処理水海洋放出を所管する西村経産大臣や、マイナンバーカードをめぐる問題の総点検を担う河野デジタル担当大臣も続投です。で女性閣僚は現在の2人から過去最多に並ぶ5人、外務大臣には上川元法務大臣を起用して、高市経済安全保障担当大臣、こちらは留任。内閣改造の顔ぶれですが、改めて藤井さん、これはどういう印象をお持ちでしょうか。まあ、特に新しい方がね、期待できるかどうかっていうのは、はい、まあ、多くの方があんま期待してないというのが、インターネットのね、調査なんか見ても、何万人何十万人の方が期待できないと言ってる中で、大いに期待できるっていうのが200人とか300人とかっていう調査がネットで公表されたりとかしてますけど、まあ、私自身も同じような感覚なんですが、それよりもやっぱり気になるのが、河野さん、はい、高市さん、で一応西村さん、これは総理候補、総裁選での対立の可能性がある方々なんですよね。まあ、特に河野さん、高市さん、もっともろにそうですよね。はい、だから総裁候補潰してるんですよね。はあはあ、うん、これ総裁候補ってね、皆さんそれどんだけご理解されてるか分かんないですけど、総裁候補っていうのを内閣の中に入れとくと、岸田さんのことを悪く言えないんですよ、はい、対立できないんですよね。当然閣内一致が原則ですから、だから高市さんなんていうのはものすごく岸田政権に対して批判的なことも、大臣の立場でありながらかなりおっしゃってましたですけども、これ閣外に出ればですね、もっと言ってるんですよね、はい、で岸鮮明になるわけですけど、取り込んでるということですよね。で、はい、特にね、僕はね、高市早苗さんはね、もうさすがにそれが合わないので閣外に出すだろうと思っていたんですけれども、というかもう、まあ、去年からずっとああいうこと閣外出へんかなと、まあ、僕だけじゃなくて多くの人が思ってたわけですけど、また留任させるということで、はい、まあ、翼をもぎ取るというかね、
でちょうど奈良県知事選挙でも高市早苗さん潰しというのを岸田総裁は、はい、他の党の幹部とともに高市潰しというものをあからさまにやったんですけども、まあ、同じことが今回のも繰り返されるんだなと、まあ、事実上残留って一部じゃないですか、はい、だけどその一部っていうのは結局総裁選候補対立者潰しに使っとるんだなと、はい、いうことで日本の国家国民のために内閣改造したというよりも何や自分のためがいいな、うん、みたいな感じに思いましたですね、はい。まあ、この他の自民党の幹事長茂木さんですけれども、うん、茂木さんもね、あの総裁候補と言われています。もちろんそうですね。こちらもですから、まあ、例えば総裁選には原則はその、うん、総理を支える総裁を支えるというようなことが言われてますからね、うんうん、このあたりもそうなんですよね。そういう指摘も出ています。結局そうなんですよ。そうなんですね。チャイナホイツと思いますよね、うん、はあ、日本今これ危機や言うて、はい、戦争して敵がいるのにまだ自分の家の中の人事で自分の地位の上を目指すっていうか安定させるっていうか、はい、もう省としての資格は全くないようにしか見えないですね、はい。さてポイントは経済対策なんですが、岸田内閣がこの総理がですね、内閣改造等役員人事に踏み切って今後は取りまとめを急ぐ経済対策の中身、まあ、これが焦点となります。で衆議院解散総選挙を睨み追加歳出を求める声、まあ、これが強まることも予想されていて、岸田総理近く関係閣僚に経済対策の検討、これを指示します。で内閣改造に先立つ10日には必要な予算にしっかりと裏打ちされた思い切った内容の経済対策を実行したい、まあ、こういうふうに語ったわけです。で最重要課題と位置づける物価高対応では、石油元売り会社へのこの補助拡充、電気ガス価格のこの激変緩和対策、これを延長することで家計負担、これを和らげたい考えです。まあ、この思い切った内容の経済対策ということなんですが、これ何なんでしょうね、これね。いやもう軽いですな言葉が。そら100円しかお小遣いないやつからしてみたら、思い切って30円使うぞ思い切っちゃうぞ30円も使っちゃった、チロルチョコ3つ買っちゃった。昭和何年の話やねお前。そうですね、昭和50年の話しとんのかお前って。だから、お前の思い切ったはどうでもいいんやと、はい、だから思い切ったか思い切ってないかどうでもいいんだと、はい、何どういう状況を目指すのかと、インフレ率何パーセント、はい、賃上げ率何パーセント、それを何年継続するということを目指すという数値目標をね言うことが大事だって、思い切りだったら今言ったように100円のガキが30円出すだけでも思い切ったらちょうどなるんだから、だって麻生太郎なんてこっちが10兆円出せとか言ってる時に、それは無理だな、1兆円だけでも大変だな、1兆円でも思い切った量なんだよ俺たちは、って言うとりましたからね昔。そうですか。はぁーと思いました。1兆円みたいな。本当は10兆必要なのに。そうそうそう、でも1兆でも思い切った言うとるんですから、もうこいつあかんわ、もうとね、もう何だい前に思いましたけどね、財務大臣の時に、はい、よう行きましたけど僕も。あ、そうですね。だから、思い切ったって意味がないんですよ、はい、だからインフレ率、賃金上昇率、はい、実質賃金の上昇率、これが何パーが何年続くのか、はい、これをやってください、まあ、ですか2パーとか3パーとかね。そうです。そういう、そしたらね、あのおのずと、あ、消費税は減税して給付金をこんだけやって公共投資こんだけでって決まってくるんです、それを決めないでね、なんか思い切ったとかで主観的なことばっかり言ってね、はい、まあ、言葉だけが踊ってるという状態なんですね。はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。産経新聞から、北アフリカのリビアで暴風により洪水が発生、ロイター通信は昨日リビア東部を統治する勢力の高官の話として東部デルナで5300人以上が死亡したと伝えました。
国際赤十字赤新月社連盟の当局者がおよそ1万人が行方不明になったというこういう見方を示していて、犠牲者さらに増えそうです。リビアでは首都トリポリの暫定政権と東部トブルクなどを拠点とする勢力が対立して国の分裂状態が続いています。生存者の捜索、物資の供給に支障が出る恐れもあります。リビア東部では数日前から大雨が降り、地中海に面するデルナではダムが決壊、洪水が発生しました。航空写真では氾濫の痕跡がくっきりと残り、岸辺の建物が押し流された様子が確認されたといいます。周辺の建物も壁が崩落するなど大きな被害が出ているといいます。北アフリカのリビアで暴風洪水、5300人以上が命を落としているという状況ですね。恐ろしいですねこれ、はい、ダムが決壊したっていうのが直接の原因ですよね。はい、だから多分これ決壊しなければこういうことに、まあ、どこまでの被害があったのかちょっとわからないんですけど、ダムの決壊っていうのはねとんでもないことになるんですよね。何か2つダムがあってその2つとも決壊したっていうことのようなんですよね。これダムっていうのはね普通運用すれば決壊しないんですよ。はい、なんで決壊したのかちょっと僕よく分かんないですね。普通は管理事務所があってね、ある程度溜まってきたらそれ流すんですよ。はい、そうですね。うん、で下がね洪水になってもいいっちゅうかもしょうがないですよ。ないですけれども、だって決壊したらもっと洪水になるんだから、はい、だから究極の選択ですよね。そうそうそう、法律で定められてるのでね、はい、であらかじめねそれはもう注意も促しますから、はい、なんでそれができなかったのかちょっとわかんないんですよね。そうですね、まあ、それができなかったのかその前に壊れてしまったのか、ちょっとそのあたりがちょっとわかんないですね。これだけではわかんないですよね。でまた、まあ、国の手をなしてませんから今リビアっていうのがね、もう東と西に分かれちゃってますから。そうですね、ですから政権というものが存在しないわけで事実上ですね。いやこれ恐ろしいですね。いやだから混沌として、じゃ あの救援物資行きますって言っても、これいがみ合ってる、だからどっちやねん中で分取り合戦が始まるでしょうし、まあ、非常にこの最悪のケースということのようですね。まあ、ただヨーロッパメディアによると、まあ、一応暫定政権はあるんですけれども、まあ、暫定政権が14トンの医薬品、医療関係者を航空機で東部に搬送したといいます。で国連の緊急展開チームが現地で被災者支援を始めたほか、トルコ、カタールなども現地への支援、これを急いでいるということなんですね。まあ、だけれどもこれ地球規模で見るといろいろなところで、まあ、干ばつはもちろんですけども、うん、洪水だとか、まあそうですね、台風の影響とかありますものね、まあ、いわゆる異常気象なんていうことが言われますけども、まあ、温暖化が、まあ、原因は何かにせよですね、はい、やっぱりどうしても温暖化進んでるのは、否定しがたいところですからね。でこういうことも起こりますよね。はい、まあ、国内に目をやったって先日の台風13号のね、この影響で福島だとか、うん、関東でいくと茨城、うん、千葉、うんそうですね、この辺りは短期間に非常にこの大量の雨を降らせるような、うんうね、雨台風なんて言われますよね。まあ、これで未だにですね、まあ、ボランティアが、ね、入って、まあ、未だにというかまだ入ったばかりといった方が正確な言い方なんでしょうけれども、うんまあ、大変な思いをしているところがありますものね。ですから改めて、まあ、藤井さんこの日本国内だってまだまだ、はい補強しなきゃいけない部分っていうのはあるわけですからね。そうですね。となると、うんまあ、今回のこの内閣ですよね、うん、そのあたりどういうふうに改めて考えているのか。そうなんですね。そうなんです、はい、真面目に考えているように見えないのが残念ですね、うん、そうですね、天は我を見放したかですね。あらら、でましてやこの道路だなんだ含めると老朽化も甚だしいわけで、そうです、足元から朽ち果てつつあるんですよね。改めてやはりこれは経済しっかりと立て直して、そうです、いろいろなところにお金を使うというところですね。そうです。まあ、その前に我々のこの生活をもっともっと楽にしてもらって、まあ、どうぞです。希望ですね。希望も出してもらいたいな。やはりこの希望っていうのが一番今欲しいところでありますね。まあ、ドリルやとか違法風俗やとかそんなんが政権中枢によってね、希望持てないですよね。はい、間もなく7時です。
今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川元社長の性加害問題をめぐり、事務所は元裁判官の弁護士3人で構成する被害者救済委員会の設置と補償受付窓口の開設を発表しました。委員会が被害を申告した人から直接話を聞くなどして決めた金額に従って事務所は補償を進めます。また今後1年間は広告や番組などの出演料はすべて所属タレントに支払い、芸能プロダクションとしての報酬は受け取らないことも表明しました。東山紀之新社長のもと再スタートを切ったジャニーズ事務所、経済界からも厳しい声が上がっています。今後1年間は芸能プロダクションとしての報酬は受け取らないことを表明したということなんですが、この表明というのはこれはどう受け止めればいいんでしょう。ちょっとね、我々認識をしっかり改めないといけないんですが、はい、ジャニー喜多川が行った行為は明確な犯罪なんです、はい、まずレイプというケースもあるでしょう、淫行というケースは、はい、もう大多数に及ぶでしょう、でさらに言うと売春と解釈することも多かったでしょう。実はお金払ったりとかしてましたし、で優先的地位を活用した純売春というか、性行為の見返りに利益を供与するというのが売春の法律上の定義なんですね、はい、不特定の人物と、まあ、これに準ずる可能性もあって、でそれが数百人数千人というオーダーで行われ、かつそれが組織的に隠蔽され続けた、これみんな知ってたわけですから、だから児童虐待、児童レイプというものを組織的に行っていた組織なんです。これはもう反社会組織です。でしたがって本来だったら道義的に言うと統一教会とか、あるいはオウム真理教とほぼ同等の扱いすべきなんです。僕はそう思います、はい、そう思わないという人がいるんだったら理由を教えてください。犯罪ですから。そんなね、統一教会に対してみんなすごく厳しいですよね。オウム真理教に対しても非常に厳しいですよね、まあ、オウムの場合は実際殺したりとかしてますけども、はい、レイプというのは殺人に準ずる重罪です、はい、ですからその数から考えて相当な組織的犯罪を行った組織ですから、存続してること自体がおかしい。今のジャニーズ所属のタレントさんたちが人気者だからどうだからとかっていうのは関係ない、犯罪かどうかだ、だから名前を変えるという議論もあるが、はい、それ以前に解体ですね。普通は、普通の国家だったら真っ当な倫理的道徳的判断ができる国民が大多数を占めているのなら、ジャニーズ事務所が存在していること自体に対して大きな批判が噴出するでしょう、で日本は人の噂は75日を東山なり、それからジュリーなり、はい、ジュリーでしたっけ、はい、やろうとしてるようにしか見えない、はい、藤島ジュリー恵子元前社長ですか、はい、で実質しかもジュリーさんに至っては経営権まだ持っとるわけだから、はい、株が持っとるし、はい、代表取締役なんだから社長じゃないかもしれないが、ええ、いや幼稚園かお前らはと、なめとるのか貴様らと、犯罪を犯したんだと、それを貴様ら隠蔽したんだと、僕はそれをね認識してもらいたい。でそれをですよ、たかだかタレントさんに対して出演料の報酬を受け取らないというだけで、はい、みそぎができるとでも思ってるのかと。しかもですよ、ジャニーズ事務所はですよ、主な収入源はタレントさんというよりもファンクラブの会費なんだ。これ何十億何百億ってあるんじゃないですか。それをそのままなんですよ、はい、なんというおぞましい犯罪集団だ。許さないぞ、日本人全員が許しても俺は許さない。そう思う人は日本人にいっぱいいるんじゃないですか。はい。
で、まあ、今回札幌ホールディングス性加害が問題となったジャニーズ事務所の所属タレントとの契約を更新せず期間満了をもって終了することを明らかにしました。札幌はジャニーズに対して被害者救済是正を書面で求め、対応がない限り新たな広告や反則の契約は結ばない方針です。札幌は北海道限定ビールで札幌クラシックの CM でジャニーズの関連会社である株式会社 TOKIO の松岡正弘さんを起用しています。またモスバーガーを運営するモスフードサービスはジャニーズ事務所の所属タレントを起用した広告、これを中止すると明らかにしました。当社の人権方針に反するため、まあ、こういう説明がありました。経済同友会の新浪代表幹事はジャニーズ事務所の所属タレントの起用は児童虐待を企業が認めるということ、人権侵害は認められないと厳しく批判しています。加速するスポンサー離れという現象ですね。当然ですよね。だって、はい、統一教会と付き合いがなんかパーティー出ただけでもあんだけ政治家叩かれてるんでしょ、はい、同じような話じゃないですか。タレントさんには罪はないけれども、はい、事務所に問題があると言ってるんですよ。はい、時刻7時14分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ここで気象情報入ってきました。長崎です。長崎県南部で線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとして、気象庁午前7時に顕著な大雨に関する気象情報を発表しました。命に危険が及ぶ土砂災害などの危険度が急激に高まっているとして、長崎県南部ですね、自治体などが発表する避難情報に注意するよう呼びかけています。また佐賀県の唐津市、大雨のため土砂災害警戒情報、こちらが発表されて14日、今朝のですね、午前5時半に市内の肥前地区と鎮西地区、あたりにですね、合わせて6245世帯14956人に高齢者避難ですね、高齢者等避難、この情報を出しました。まあ、これは5段階の大雨の警戒レベルのうちレベル3に当たる情報です。まあ、高齢者、体の不自由な方などは避難を始めるように呼びかけています。藤井さん、長崎、佐賀あたりでは大雨なんですね。いや、恐ろしいですね。はい。まあ、ですから、まあ、関東はね、今はこの雨は降っておりませんでした。まあ、大気の状態は午後不安定になって、ね、にわか雨雷雨とは予報が出ておりますけれども、いや、何かこの線状降水帯、そうです、9月10月までは、ね、本当に恐ろしいんですよね。はい、そうですね。まあ、台風シーズンですもんね。それで、はい、まだまだ雨季なんですよね。まあ、この南の方で熱帯低気圧、はい、まあ、これが台風にまだまだできる可能性は、はいはい、そうですね、大ですし、でこの、ね、夏台風、秋台風、先日もお話ししましたけれども、まあ、夏台風は高気圧のこの影響でずっとこう西の方にそれていく感がある、まあ、九州の方に行きますけれども、はいはい、秋台風の方は高気圧がこう引っ込んできて、まあ、そうすると、本州の方にやってくる可能性があるという、そうですね、まあ、こういうことは、まあ、例年そうですからね。そうなんですね。まあ、そのあたりも我々は気をつけておかなくてはいけません。お伝えしておりますように、長崎県南部で線状降水帯による非常に激しい雨が、このに見舞われていると、顕著な大雨に関する気象情報を気象庁が午前7時に発表。また佐賀県唐津市は大雨のため一部では土砂災害警戒情報が発表されているということです。さあ、それではですね、ニュースピックアップいきましょう。こちら、読売新聞、旧統一教会解散請求来月にも。政府は世界平和統一家庭連合、旧統一教会をめぐり、来月中にも教団の解散命令を東京地検に請求する方針を固めました。宗教法人法の質問権行使による調査や元信者らの証言、これを精査した結果、解散命令の要件を満たしていると判断した形です。来月中に旧統一教会の解散命令を請求するということですね。で、岸田総理会見で、法律に照らして解散命令請求を行えるかどうかをしっかり判断し手続きを進めていく、こう述べました。解散命令が確定して
した場合、教団は宗教法人格を失って税制上の優遇を受けられなくなります。政府は解散命令請求に該当する法令違反について、組織性、悪質性、継続性、この3つの要件が必要だという、まあ、こういう認識を示していますが、来月中に旧統一教会の解散命令請求という、まあ、この動きです。藤井さん、これはどうご覧になりますか。まあ、統一教会の性質から考えれば、組織性も悪質性も継続性もあるでしょうから、はい、まあ、妥当な要求だということになると思うんですが、別にこれは安倍さんが山上に殺されるという事件があろうがなかろうが、はい、統一教会の性質と一緒なわけで、それまでやってこなかったということについて政府は反省すべきでしょうね。考えてこなかったんだから、はい、だからずっとこれを放置してきたわけですからね、はい、今更やったところで、まあ、今更でもやっといた方がいいですけども、これまでやってこなかったことについてその放置に放置してたわけですから、はい、この判断が妥当だとしたらですよ、はい、それまでやってこなかったということについて反省すべきですよね、はい、政府は。まあ、去年11月以降ですね、文科省が宗教法人法に基づく質問権を、全部で7回にわたって行使しました、うんうん、元信者などの数多くの方々からの証拠収集も着実に進んでいると、うんうん、結論を出すべく最終の努力を行う、まあ、こういうふうに岸田総理は語っています。まあ、この宗教法人法では法令に違反し著しく公共の福祉を害する、まあ、こういうふうに明らかに認められる行為などがあった場合に、裁判所が解散命令できる、まあ、こういうふうに定めているということですからね、はい、まあ、こういう動きがあるということです。続いてはこちら、日経新聞、経済対策、物価上昇リスク。政府与党は新体制下で10月をめどに経済対策を策定します。物価高や賃上げに対応し、電気・都市ガス料金の軽減策を年明け以降も続ける方針です。ガソリン価格の抑制は検討課題となります。巨額の予算で物価を抑え込む対策にはインフレを助長するリスクが伴うと、岸田新内閣に、まあ、この、ま、がですね、経済対策を行うと、まあ、いうふうに言っておりますけれども、改めて藤井さん、これどうでしょうね。今ね、はい、政府がやるべきことっていうのは基本的に2つなんですよ、はい、1つはですね、今政府がやっているガスとか電気とかガソリンとかそういったものの、まあ、ベーシックな料金の引き上げ、インフレの抑制のために補助金をもうジャブジャブ出して、はい、でそういった価格が上がらないようにすること、ええ、でこれ上がらないように上がってしまったらですね、我々の可処分所得が、はい、まあ、減ってしまって、使えるお金が減る、はい、使えるお金が減ってしまって、でお金が経済の中で回らなくなって僕たちの賃金が下がるということになるので、まずはしっかりとジャブジャブこういったものにお金を使うことで、これは期限を区切らずに、落ち着くまで払うんだと言い続けることが大事です、はい、ええ、でしかもそれ大量に、はい、しかも直接に、だからその覚悟を岸田内閣には持つべきです。もう一方でですね、これは可処分所得が減ることの対策ですけれども、もう一方は実質賃金が上がる対策も必要なんですよね、はい、でそのためにはですね、しっかりと消費税減税を行ったり、はい、社会保険料の引き下げを行ったり、あるいは公共投資を拡大したりで、補助金を出したり給付金を出したりとかすることを通してね、賃金が上がっていくということをしないといけないんですよ。だからコストプッシュのコストを引き下げるための財政政策、それから我々の賃金を引き上げるための財政政策ということで、かなり大規模な財政政策をやらないといけないんですよ。これが今表現者クライテリオンという僕の雑誌の中で、はい、言っている特集で主張しているポイントなんですよ、はい、インフレは悪くない、悪いのは低賃金だ、こういうタイトルなんですけどね。重要なのは今言った2つ、可処分所得を上げるためのエネルギー電気料金等の引き下げのための補助金、それから賃金が上がるための公共投資や給付金や消費税減税、はい、いずれにしても巨大な財政政策をやらないといけない、はい、岸田内閣にそれができるんでしょうか。ぜひともやっていただきたいですけど、ね、やってもらいたい、えーえー
その電力都市ガス会社に補助金を配って料金を値引くこの支援、現在ですね12月使用分までが対象です。来年1月以降も続ける方向で検討していると言います。またガソリン、軽油、灯油、この販売価格を抑える対策は2022年1月にスタートして、23年末までの累計予算額は6兆円以上に及ぶということなんですが、これももっとやっていくということですね。で特に電気ガスに関してのね、はい、補助金の量が少ないので、はい、ものすごい今高くなってしまってるわけですよね。でしかもガソリンだって少々落ち着きましたけれども、まだまだ高いのでもっと大量に出すべきなんですよね。はい、でこれ厚生労働省の7月の毎月勤労統計というのを見ると、一人当たりの賃金、物価を考慮した実質では前の年の同じ月と比べると 2.5% 減少ですからね。そうですよ、物価が上がってるので、はい、これが一番問題なんです、はい、でそれを 2.5% プラスにしないといけないですから、5% もプラスにしないといけないんですよ。そうですね、今のところから2.5にするためには、はい、だから相当な財政政策をやらないといけないんですよ、でそのためには財政規律なんていうのは凍結すべきです、はい、でこのマイナスは16ヶ月連続物価上昇に賃金の伸びが追いつかない状況が続く、でもこれ、ね、ある程度その努力はしてるんでしょうけれども、財政規律がある以上、そうなんです、ね、努力してないのと一緒ですよ、はい、16ヶ月って1年以上ですからね、そうですよ、ずっと貧乏になり続けてるんですよ。なんとかしろよいい加減っていうね。本当そうですよ、もうなんで岸田内閣の支持率が何割かあるのか僕には理解さっぱりできないですね、はい、日本国民がバカなのかと思いますね、この実質賃金のこの分析の仕方っていうのもいろいろあるとは聞いてますけれども、いずれにしてもこういう数字は決して我々にプラスには働きませんからね、これを何とかしてもらわないのというそういう気持ちです、はい、続いてはこちら、毎日新聞、ガソリン4ヶ月ぶり下落。経産省が発表した11日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均小売価格、最高値だった前の週の4日と比べて1円70銭安い184円80銭となり、小幅に下落しました。値下がりは政府が価格抑制のための補助金を7日から拡充したのを反映したためで、5月8日以来およそ4ヶ月ぶりです。政府が目指す170円台に下がるまでには数週間かかる見通しです。ガソリンスタンドにこの高値圏で仕入れた在庫が残っていまして、ガソリン価格を調査した石油情報センターの担当者によると、地域差は出るが在庫が入れ替われば徐々に下がるだろう、こう分析しています。ガソリン価格4ヶ月ぶりに下落ということなんですが、藤さんこれはどうでしょうか。それはまあ何もせんよりはマシですけれども、はい、だって1円、はい、70銭安くなっただけじゃないですか、はい、で184円ですよ、はい、あれ安い時とか100円ぐらいでしょこれ、110円とか、どんだけ高いねんっていう話ですから、はい、でこれ物流もトラックもバスも、全部これこのまま被ってるわけですから、はい、だからそれこそもうトリガー条項、復活してリッター当たり25円ぐらい一気に安くできるんですから、だから160円3ヶ月で、ね、発令というものですから、はい、ね、それは全く無視してですよ。今175円ぐらいにするって言ってあれ15円も高くなっちゃったんだっていう、160円やろもともとがっていう話ですよ、はい、で130円がまた続いたらじゃあトリガー条項をやめましょうかっていうのがそもそもの、その、ね、そシステムですから、それと比べると本当信じられないですね、という感じはしますよね。みんななんかさっきのジャニー喜多川の問題と一緒で、はい、なんか分かってないですよね、なんかちょっとでもやってる感じがしたら、ないか、みたいな、それでいいのかなという感じなんでしょうかね。えらいね、バカにされてますよ日本国民は、はい、バカ扱いですよ政府は日本国民のこと、そうですね、だから本当だったら160円なのに、175円に下げるからって言ってるに過ぎませんものね。でありがとう言ってるわけちゃい、ちゃいますよそんなこと言ってる場合じゃん、だからもっとこう、ね、あの怒るところは怒らなきゃダメだと、そうです、改めてそう思いますね。本当に許せない、
はい、まあ、この、ね、年末までですね、延長したこの補助拡充めぐって与党内には来年春の力強い賃上げを確認できる年度末である3月末までの延長を視野に入れるべきだ、まあ、こういう声が上がっているということなんですけれども、3月末までの延長の声、まあ、これどうでしょう。延長したらいいんですけど、ただだからしょぼいものを延長するだけで十分じゃないってことですよ、もっとこれも先ほどね、藤井さんご指摘の通り、数字でいけばいいんですよね。そうなんですよ、だから 何百何十円にするって言えばいいんですよ、やる気ないんでしょうね、はい、まさにだってそれがトリガー条項なわけですからね。そうですよ、160円で130円だっていう、やってる感だけ出して、はい、なんとか選挙だけ勝ちたいっていうのがもう見え見えですよね。じゃあやつらですよ、改めて舐められてるな、舐められてますよ日本人は、これぐらいでいいでしょうっていう感じですもんね。おおおえー、えー、よえー、よえー、よアホかアホか何を分かってない、はいはい、続いてはこちら、日経新聞、 EU 中国廉価 EV 調査へ。EU のヨーロッパ委員長が施政方針演説をして中国製の安い電気自動車の流入を問題しました。中国の補助金支援が競争を阻害していないか調査するといいます。ヨーロッパ委員会によりますと、ヨーロッパで販売される電気自動車に占める中国のシェア、すでに 8% に上昇、2025年には 15% に達すると予想されています。中国から輸入される電気自動車 EV は EU 域内で製造された車種よりも価格がおよそ2割程度低く設定されているといいます。ヨーロッパ委員長は、世界の市場は現在安価な EV で溢れている、巨額の国家補助金によって価格が人為的に低く抑えられている、まあ、こう指摘しました。EU 加盟国からは、安価な中国製が域内で広く流通すればヨーロッパの自動車メーカーの利益を損なうという不満が出ていました。国家補助金の恩恵を受けている中国から輸入される電気自動車に対する関税導入の是非、まあ、これについて調査を開始したということですが、こういう動きなんですね。中国がね、どこまで補助金を出して不当に価格を下げているのか、ちょっとこの報道だけではわからないですけど、一般論で言ってね、グローバル化が進んで貿易戦争があるときに、はい、輸出、自国の輸出企業に不当に高い補助金を出すことは貿易の協定上禁じられてるんですよ、はい、それやったらもう全部買っちゃうので、だからそれを普通やったらあかんことを、まあ、中国がやってる可能性があるってことでしょうね、はい、この報道は。そういうことになりますね。でこんなに安くできへんところを安くしとると、はい、だからこれはもう対抗するしかもうないんですよね。だ関税かけたりだとかっていう話が必要になりますよね、はい、で EU にはですね、域外で補助金を受けた輸入品が不当に安い価格で域内産業に損害を与えている、まあ、これを認めた場合には関税を課すことができるという規則があるということですから、まあ、これ認めたらもうすぐに関税ということになりそうですね。だからもうね、中国はね、はい、もう経済戦争から逃げられないので、我々はもう経済戦争をして、はい、戦うと、はい、で戦って負けない、うん、そして勝つ、まあ、少なくとも勝つのが難しいけど負けないようにする、はい、そういう道をね、もう腹くくって選ぶしかもないと思いますよ、はい、でこの EU はですね、ただ諸刃の剣だと、まあ、いうふうに言ってるとも言われます、うん、まあ、これはどういうことかというと、うん、まあ、中国の貿易戦争を招く諸刃の剣、うんうん、EU はですね、過去に中国製の太陽光パネルに対して反ダンピング、不当廉売、安く売ってるでしょ、うん、あんたと、まあ、この措置で制裁関税を課した経緯があります、うん、まあ、こういう、まあ、過去があるわけですね。そうしたところ、はい、中国はEU 産のワインを対象にダンピング調査に入り報復した経緯があると、うんうん、まあ、ですから、まあ、やられたらやり返すぞと、そうですね、いうことなんですね、うん、だからもう中国ってのは、ね、もうそうなるんですよ。今回 の彼らが言うところの我々の処理水、彼らが言うところの汚染水なんて彼ら言ってますけど、あの問題もこういった、日米欧対、中ロ朝の対立構造が世界的に
拡大していきますから、権威主義国家と民主主義国家の、でその間でね、ついに経済戦争が起こるわけですよ、それはもう避けられないですよね。避けられないっていうところで、じゃあどうしていくかってことなんですね。覚悟するしかないと思うんですね。覚悟するということなんですね、戦うということを覚悟するしかないと思うんですね、そういうことなんですね、はい。時刻7時33分です。時刻7時34分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。先ほどもお伝えしましたが、気象庁ですね、今朝7時長崎県で線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所に降り続いているとして顕著な大雨に関する情報を発表しました。線状降水帯、発達した積乱雲が次々と連なって大雨をもたらす現象のことでして、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害、洪水が発生する危険性が急速に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。富士山、このところ線状降水帯というのはもう九州だろうが関東だろうが ね、 うね、もう日常3時でそのセリフを聞きますよね。はい、まあ、それだけ湿った暖かい空気がこう、ね、やってきて、まあ、それで積乱雲作って、それがずっと連なってくっていう、だから同じところに長い時間強烈な雨が降り続けるっていう、だから我々は洪水対策における強靭化の水準を上げざるを得ないんですよね、はい、自然環境がこうなってしまったことを受け入れざるを得ないわけですから、まあ、ですからこれ、ね、よく都心のこの、まあ、耐えうる下水の量が1時間に50ミリというふうに言われてますから ね、 それ以上になると、まあ、行ってしまうと溢 れ、 ま、ね、まあ、溢れてくると、で引いてはそれは川で、川がね、支流がもうあの本流に注ぎ込むことができなくなって、バックウォーター現象みたいなことが起きたりだとか、あと内部あの氾濫っていってね、それも下水がもう滞っちゃって、出てきちゃうと、マンホールの蓋を押し上げるとか、まあ、そういうこともしっかりとこう自分の今住んでるところがどういう被害を受けるのかって真剣に考える時期に来ましたね。ちゃんと投資をして拡大していかないといけないですよね。そうですね、10年20年かけて強靭化していかないと、はい、土砂災害、あとはその水ですね、水害なのか、まあ、このあたりしっかりと、はい、あの確認しておく必要があるようです、はい。さて日経新聞です。アメリカアップル、おととい新型スマートフォン iPhone15 ですね、15、こちらを今月22日に発売すると発表しました。スマホ市場が成熟していて最上位機種の価格5年ぶりに上げて1199ドル、日本円では18万9800円からとなり、高級化で収益性を高めます。価格はこの15が日本では12万4800円から、まあ、プロが15万9800円からとなります。アメリカ価格は据え置きましたが、円安によって日本価格は上昇したといいます。まあ、世界的なインフレ下で家計が厳しくなる中、買い替え需要、高級路線で取り込めるかが焦点になるということですが、 iPhone高いですね。高いですね。僕はもうガラケーなんでね、はい、iPhone がどんだけ高いかって今手元にお持ちですけど、ガラケーなんでね、はい、このもなんか安いもんですけども、いやスマホ持ってる人大変ですな。いやそうですね。でこれあの日本のデフレがまだこれから20年ぐらい続いて、はい、外国のインフレがこれから20年続けば3ヶ月分とかなるんじゃないですか、スマホ買うのに。3ヶ月分ね。3ヶ月分、今だって1月分ぐらいじゃないですか。そうですよ、ね、上位機種だと18万でしょ。そうです、18万、まあ、19万ですよ。19万だから1月分でしょ今で、高々携帯 で、はい、でそれ、いやこのまま岸田文雄の方針でいけば日本はデフレから脱却できないので、今のままいけばね、賃金も上がらないし、一方で外国は普通に成長しますから、いや2040年頃には3ヶ月分ぐらいになりますよ。あら、だからね、普通の人はもうスマホ持てない時代が来ますよ。それもこれも全部岸田文雄が悪いんだ。
それ大臣の責任だ。スマホ一つ取ってもね、そうです、そうならないように、そうならないようにしてくれ。僕はガラケーでいいけど、いやいやいや、でも藤井さん、それそのうちになんか電波終了みたいな、いや終わるでしょうね、なんかそういうのあるじゃないですか、地獄だ過去にも。じゃあもう携帯やめようかな、もう携帯やめると、今でも携帯持ってないと公衆電話どこにあるかも分かんないですからね、でも僕は安倍さんに怒られるまで持ってなかったですからね。そうですか、参与になった時に持ってないの藤井君、困るんだよな、やっぱ持たんと思ってて、いやそりゃ困るんだよな、あ、分かりました、安倍元総理に、そうそうそう、それで持ったんですね、そうそうそう、で学者に携帯いらないということでね、はい、真っ赤な携帯をお持ちの藤井さんです、はい、時刻7時39分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。単身者が増加し人口減少が進む中、管理者がいない無縁墓、無縁墓か、無縁のお墓ですね、の増加が見込まれています。総務省が初めて全国調査を行ったところ、公営の墓地や納骨堂がある市町村のおよそ6割に無縁墓があって、この管理費のですね、滞納総額が4億円を超えていたといいます、まあ、しかし無縁であることの確認には手間、あと時間がかかって撤去が進んでいないといいます。でこの撤去が進まない理由として、縁故者、あとお墓のこの継承者などとの連絡、これがつかない、連絡先がわからないと、で同意の確認が難しいことが挙げられています。公営墓地6割にこの無縁墓、無縁墓があるということなんですが、いや藤井さん、こういうことなんですね。いやそうなんですよね、僕個人もいろんな墓地ね、自分の、まあ、親戚家族関係できますけど、はい、無縁墓がありますね。ありますか、あれを見ると忍びないですね。そうですね、もうなんかこうね、雑草生え放題、そうですそうです、あと傾いちゃったりね、この墓石が、崩れたりブロックのあたりがですね、やっぱり、民族というものはしっかり先人を弔えなくなったら滅び去るでしょうね、そういう危機を意味してますよね、今日本は。で、まあ、この過去5年間ですね、この無縁墓、無縁墓の墓石の撤去に着手したと回答した市町村は 6.1% にとどまるといいます。墓のこの管理料を徴収していると回答した432市町村のうち、滞納が発生したのが 55%、 滞納総額およそ4億4800万円に上っているといいます。でこの無縁墓、無縁墓の遺骨の移動などの処理をするには、この墓地埋葬法に基づいた墓の使用者、あと縁故者に対して1年以内に名乗り出るよう官報に掲載する必要があると。でその上で申告がなければ市町村村長が許可して遺骨を合葬施設などに移すことができます。ただ遺骨を移動した後の墓石の扱いについて、この墓地埋葬法に規定がないということなんですね。ですからこのあたりを、この国が判断基準を示してほしい、こういう声も上がっていると言われてますね。いや深刻ですよ、もう葬式はねどんどん減ってきてね、あの葬儀屋さんたちのお話をお聞きしてるとね、圧倒的に縮小してるんですよ、はい、でもう葬式してもなんか持って帰りたくないっていうような家族がいたりね、お骨はもうどうでもいいですとか言ったり、葬式もしなくないんですけどとか、もうほとんど病院から引き取るというだけの葬儀にあらずのような状況も増えてきててね、本当に僕はねそれ深刻な問題だと思いますよ。そうですね、弔わないっていうのはね本当に良くない、人間の最も大事な行為だから弔うというのは、はい、藤井さん今朝もありがとうございました、はい、この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。